この機を逃せば、あの狸、家康はさらに超える。俺と正則はその超えた狸を傘に使う。豊臣を、秀吉様の子、秀頼君を守るために。狸に秀頼君を預ければ、骨までしゃぶられ、吐き捨てられるだけだ。しゃあ、三成、ガチで気に入らねえんだろ。なら、喧嘩だ喧嘩。ガキの頃みたいに泥んこになって涙まみれになって、んで勝った方の言うことを聞く。来たこれ、喧嘩奉行の名さばき。ガキ、原稿やった次の日はみんなケロッとするもんだろうが。マジ頭きた。三成に勝ってぶん殴って言うことを聞かせる。豊臣の喧嘩奉行なめんじゃ。北条は豊臣に下り、秀吉は天下統一を成し遂げる。しかし秀吉が病没すると事態は一変する。家康の権力は急速に拡大し、豊臣家を圧迫していった。正則と清正は家康の天下の下で豊臣家が存続する道を選ぶ。しかし三成はその道を拒み、家康討伐の軍を起こした。豊臣の喧嘩奉行福島正則は三成を殴るため、三成と分かり合うため正面切った本気の戦いを挑む。こじれっぱなしとかマジねえし、頭でっかちは俺がぶん殴る。第4話関ヶ原の戦い、ガチの喧嘩で一件落着よ。家康は秀吉様の恩義を踏みにじった不義者だ。豊臣を潰し天下を奪わんとする勧誘を受け、言うがよい。されど我が兵は止められ逆風を奪った。この戦場にいざ踏み出せ。三成は俺がぶん殴った。オーケー、わっぱげ、一番槍も渡さねえと。さて、自慢の大槌で敵の兵力削ってみますか。
この勢いであの王室はたまらぬ。左近を撃ち、攻撃を止めるのだ。ほら、髪を出しやがれ。変化を受けられない戦の最中に敵の原価ですが、こうやって腹割ってまた一緒にバカするんだ。一旦引いて軍略練り直しますか。これでようやく落ち着かせた。今こそ家康を討つ攻撃。まさかのやつ、一人で熱くなって飛び出しやがって。これだからバカの子守りは何なんだ。進め。姿勢は見せておくか。開門。小早川秀明はこちらに寝返ることになっている。おお、三成が超やべえじゃねえか。あいつは本当に寝返りとかいらねえんだよ。おいバカ、何するつもりだ。
逆転を狙ってんのか。させねえ。頭でっかちの執念感じねえか。昔からこんだけ必死に喧嘩してる。あのバカ人間を開門。まだ負けたわけじゃない。こっからが勝負ですよ。覚悟しろ。ボコにしてやるぜ。もう負けるわけにはいかないのだよ。この窮地いかに出すか。いきなりいいの持ってんな。バカ思いっきり殴りよって。これで丸く収まる。明日からまた清正と俺とバカ騒ぎ。マサノリ、最後にお前と戦えてよかった。三成。待てこら三成。さあガチの喧嘩で